さあやっていきましょう。第4話、大暴れ火の玉芸者ガールズのその4でございます。どうもアザラシです。坂田戦2のね、実況をやっていってるわけではありますけども、いや今日って言っていいのか、12月12日、2019年12月12日は新桜大戦の発売日でございます。おめでとうございますね。もしも PS4 を持っていたら、予約してでも買っていたであろう新桜大戦。残念ながら PS4 を持ってないから追うことすらできない。どうすべなって思うよね。じゃあ動画とか見る、配信とか見ちゃう。いや見ないよ、桜大戦見とうね、逆にね。いつか PS4 ないしはなんかパソコンでできるとかって来た時にまで待ってるってこと。かがゆ、この12月12日家の中に、部屋の中にかがいる。ここは台湾かな、沖縄。しかし、ちゅうわけでね、ちょっとね、すぐ新作の体制ができないのは悔しいけど、かといって配信とか動画実況とかを見ることもないと思うから、もう世間から何年遅れとかで新作の体制を楽しむことになると思う、これは。でも仕方ないんだ、仕方ない。 PS4 なんて買えない、宗教上の理由で PS4 買えませんね。セガ派だから、セガのハード以外買わないって心に決めてるから買えないです。お、いいね、帝国歌劇団増えたね。こんだけ多いのも動かしたくないもの。スーパーロボット対戦並みに増えてきてる。スパロボはもう増えすぎなんてもんじゃない。スパロボに必要なのは、今思ったけど、ソシャゲみたいな赤青緑とか赤青黄色とかの、あの三すくみの属性みたいなのが必要なのかもしれない。で、1回のマップに出せる回の数は多くて9ぐらいにするみたいなことかなっていうのを一瞬。せいぜい9までだわ、こうやってあの動かせれる。マップ上動かしてめんどくさくないのは9ぐらい。多くてやっぱ9ぐらい。12とかそんなもんだな。それ以上はさすがに、なんか追い切れないんですよ、めんどくさくなっちゃう。だからもっと少なくてもいいぐらいだから、そしたらそれでキャラ使い続けてきたら、だんだんとこうレベルの低いキャラとか使わなくなってくるじゃん。だからそれを解消するために、青赤緑みたいな感じの3すくみの属性を作っといて、マップごとにと有利なキャラを出していくってことをすれば、スパロボもまた活路があるかなって今一瞬思いついたけど、まあそんなことを思いついちゃって、自分別にスパロボの設計者ではないから、それはありえないなっていうのはね。ただ桜大戦そこまでのゲームじゃない。めんどくささよりもなんだろうね、やることが大事で、だってめんどくささとは考えないから、ね、さあ山形有朋、山口和豊みたいな感じ。このじいさんの防衛者。ただ、こいつがもしも山形有朋のモチーフにしたキャラクターとしたら、これは生かしておいてはいかん人物かもしれない。カスだ。カスみたいな性格してるやつだって。っていうふうに、人気のないようなね、生前はそうだったということを、折り出しな方の動画でした。薄いな。語る知識が薄すぎる。国民葬をしたかったけど、軍部の人間を集めて1000人でも、国民葬といって1万人のパイプ椅子並べたら、その軍部の人間1000人しか来なかったみたいなエピソードがあるとかなんとか、あるとかなんとか。ですね、戦闘パート本当にめんどくさいと思うんで、めんどくさいっていう、そのまああんまりこのね、多くの人が見るものじゃないなと思うので、こちらの戦闘パート、まあ、ずっと垂れ流しながらね、垂れ流しながらやれたら
ベストかなと思うけど、まあちょっとあまりに見どころもなかったりすると思うので、もう適宜カットを挟む、もう大胆にカットするつもり。オガミヤン会話の部分と戦闘はもうボボボボボンとだけの大胆カットをちょっと施してみようと思ってます。はい、会話のところだよ。コアラの機体はね、後方支援型です。もうね、知ってるから、サクラワンやったから、よう覚えててくれました、ありましたわ、うち嬉しいで。はい、マーカしとき、よし行くぞ。これ兵器ホムラってどういう兵器なんだろう、わかんないもん言ってる。多分これ、この合体をすると、ここの合体をするとここまで入るんですよ。それ多分この兵器ホムラ壊れちゃうから、それがどんなものかはわからんですよ。さあコーラントの必殺だ、さあコーラントの必殺だ、闇を裂く。画量転生天まで届けの後のセリフはかっこいいけど、画量転生って天まで届けっていう漢字の四字熟語でしたっけ、響きだけで使ってないこの二人。画量転生ってのはなんかすごく大層な対策の絵も最後に入れる、あの目のところに瞳に入れる点の打ち方一つで全然いい作品もなるし悪い作品もなるから、最後の仕上げが大事だよみたいな、ね、要点が大事だみたいな話じゃなかったでしたっけ、画量転生ってね。ねえお二人さん、町が壊滅状態や、あのこれが貨車の爆弾のせいやなんて、爆弾家って元は人殺しのために作られた、さ弾みやないのに、うちの弾みも使えるようになったら人を殺しっこいしても人を不幸にしてしまうんかな多くの人を幸せにできる、人を不幸にするだけだ、大したこと、あっと多くの人を幸せにできるよ、だってそりゃそうだ、こんなイージーな選択肢てんてられ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 ん、楽すぎる、ちょろいんだわちょろいん、うちはこう思うんや、発明っちゅうもんはやっぱり人を幸せにするためのもんや、だから発明を人を不幸にする目的には使わせたくない、いや絶対に使わせてはいけないんや。そうか、貨車ってただの放火魔じゃん、発明ってほどじゃないじゃん。ああそうだ、発明は貨車が別に発明したわけじゃなくてもいいのか、人の発明、ノーベルが作ったダイナマイトとかをこういう火事のために使っちゃいかんっていうことを訴えているのか、そうかそうか、まあ存分にやりたまえよってことで、じゃあここからドドンと飛ばしていきます。はい、倒した、ほい強い、はい、よし、ほい、これで一発、はい、まだね、クリスボック見て、おお完璧、よし倒したこれでよし、これで山口さんは大丈夫だろう、あとは敵を排除するだけだ、一人残したけど、まあなんか別にタイムアタックしたわけじゃないでしょう。さあ貨車戦だ、貨車強いのか、強そうなイメージあんまり持ってないけど、貨車、さあ貨車戦だ、おお炎の中から爆弾、しかし多勢に無勢、5なんていうの、5個かな、無恋の炎、いや生きり炎太郎じゃん、生きり火事太郎だ、要は名前覚えてるな、要は名前知ってるね、
そうですよ。汚らわしいゴミは燃やすに限りますからね。言ってくれる。ゴミやて？ゴミやて？国もない人を苦しめるって何考えとんねん。うちがとっちめたる。悪にも何かの理由があるかもしれないと、ちょっと一瞬考えてしまう。コースゴールドで何かこう、高尚な考えがあるかもしれない。悪に染まりすぎて考えが。自分自身が、なんか、何も無考えの正義って本当にあるのかって思っちゃった。この人間どもを避難させた場所。はい。あらかじめ爆弾が仕掛けられて、あらあらあら、これみんな死にましたね。私が持っている起爆装置を作動させ、そんな流暢なことする必要ある？初めっからあの地雷を仕込んどけばいいの、地雷を。次元装置を作るぐらいだった。ゴミを燃やしてテートをきれいにしてるんです。あら、言うねえかしら。アザラシぐらいになってくるとね、人間の存在自体がそもそも地球にとって害悪のではないかと思うくらいだから。ゲス、あなた以外あなたじゃないの、私全然ゲスの極みの曲思い出せない。お前なんかにうちは絶対負けたりせえへんで。思い出せない、全然思い出せない。うちの大事な人たちのためにも負けるわけにはいかんのや。あらあら、大事な人たちのせいで負けられないっていうのも何かです。いつまでその強がりが続きますかね。大事な人たちがいなかったらその勝負負けてもいいのかってことになる。違う、やはり大事だな。お、何した？そこまでよ。誰の声だろうね。マリアですわ、マリアですわ。今の声分かったわ。しか間に合ったよね。こんな参戦の仕方ある？もっとちゃんとした参戦しようや。もう1はちゃんと。マリア髪短いな。隊長、遅くなりました。はい、マリア橘、ただいまより花組に復帰します。すごいショートカット好きなんですよ。ショートヘア、ショートカット、ショートヘア、ショートが好きなんですけどね。なんでかマリアはあんまりピンとこねえな。なんでか今見た登場した瞬間の目のピキンって光るの、かっこよすぎる。ゴミどもが許さんぞ。何焦ってんの、余裕でいる、余裕でいてくれ。燃やしてやる、燃やし尽くしてやるわ。弱そう。お前たちもめっちゃ弱そう、この人。頑張って大神さん。はい、もう、はい、次の瞬間には死んでますね。はい、次の瞬間には貨車死んでますね。了解、覚悟してください。貨車の必殺見ていきましょう。五行総国空グレカリン島。カリン島って、カリン島って道端に落ちてうんこと間違われるやつや。ええんか、その自分の最強の必殺技がカリン島とか言ってた。あ、結構効くね。結構効いちゃうね。あ、痛い痛い痛い。あ、しかも回復しやがった。死んだ、あ、死んだ、弱っ、カシャ弱っ、弱っ、口ほどにもない、これは。なぜ武田寛流祭が弱っち。こんなゴミどもに、なんだろう、本当にルロケンの影響を受けてこのキャラいるわ。弱すぎる、弱すぎる。過激団もこの程度もゴミはすべて燃やしてやる。こんだけ来てるキャラがどうなんの。あ、最後あっさりあっさり引くだけか。へへ、どんなもんや。周りの脇地も人目も
逃げられてしまいましたね。人目もこう一別も消えることもなく、市民に被害がなくて幸いでした。さらっと合流するマリア。いや本当に危ないところだった。マリア来てくれて助かったよ。遅くなって申し訳ありません隊長。そういうことで別に来なくて大丈夫だったと、まあ、そんなに多分、うん、みんな元気そうでよかった、うん、で米田支配人はどうなの。すごいですスナイパー一人雇えばいいだけで。まあ米田はもうピンピンしてはる。病室で宴会やってるらしいで。言い過ぎ。こっちも宴会や。うちの宴会くん太陽でパーッと盛り上げたるわ。名前のセンス相変わらずね、コーラン。宴会くんだよ、全然関係ないけどな、イカっぽい。イカのなんかマスコットキャラだっけ。いつもそう、勝利のポーズ、決めやらないと。ほら行くで。これ全員集合だよね。おいいね、急に。勝利のポーズ、決め。レニが前に来させてるけど、大丈夫。彼あんまりなんか写真撮りたくなさそうな顔してる。大丈夫。いやどんな、なんて話だったんだろうなと思うね。このストーリー。たださくらくんの入浴シーンが見えたことだけが収穫だったかもしれない。この話。カシャは弱いし、火上がってコーラはなんか、ぶち切れモードになるし、正気失ってるし。あ、誰あなた誰。それやったら料亭にいたあのおじいさんが。いかにも陸軍大臣山口。そのじいさんがこのわし海軍大臣大臣山口和豊じゃ。山口和豊だ。山形有朋と全然近くないな。和豊ってごめんなさい、山内和豊みたいな感じだもんな。何かまわんて、わしもお忍びで出かけたんじゃからな。お忍びに出かけたあんなベロベロになって、わしが山口だとか言ってるのかしら。昔の時代って今よりもあの顔写真とか出回らないよね。当然新聞ぐらいでしか知らないからさ。多少お忍びでどっか行ったって有名人かとか分かんないって、そういう時代なんじゃないかなと思ったりするけどね。今から何年前のことは分かんないけど、そんなその特に戦国時代とかだったらさ、それこそあの敵の大名の顔なんて分かる由もないわけじゃん。どうやって識別してたのかなって思うよね。大河ドラマとかでも、まあ、この顔の人がこの人だって分かるけど、視聴者はもしかしたらその城出会いの場がほぼほぼないじゃない。敵国の武将と武将大名とってなったら、どうやって顔を この人がこの人、例えば織田信長が織田信長だとか認識するんだろうねと。昔の時代はね、どうするんだろうね。ちょっと思いを馳せたりするけど、古代はね、帝国海軍を動かし帝国歌劇団を支援することを約束しよう。こいつ海軍だからさ、陸軍には話が通らないってことなんだろうね。わしは歌劇団のファンでな。あ、そう。花組の芝居が見たくてたまらんじゃ。私腹を肥やすんじゃないよ、自分の金が。税金を流用して商人になんか利益誘導した結果、その商人がそれで追及されて自殺する際には、その山形有朋を恨んでから、その陸軍かなんかの宿舎で自害したとか、そういう事件が起こるような悪いやつじゃないよ。悪いやつだと思われてるのか、わかんない。毎日ご覧になって長生きしてくださいませね。長生き。はい、おじいちゃん大好き。はい。よかったです、マリアの服が。今季節いつだっけ。そんな服着れるっていう厚手のパープルの服着てるけど大丈夫なこの人。あっちゃー、あっちゃー、きっついな大神はん。もう大神ちゃんの意地悪。うこうしてみるとさくらくんのキャミソールみたいなワンピースみたいな服が映えるな。かわいいな。
本心ではスミレの服よりも桜の服が好きだね。桜の服が好き方が服のチョイスとしては好きだね。お、次回予告マリア会っぽいね。お、温泉やばい、来ちゃったか、夏休みが。俺が喋ってるやつで何言ってたか分からん、何か分からんかな。いいよ、次の回は楽しいから、楽しいから、あのぜひ見てほしい。冒険あり、お色気ありみたいな、そんな回だと思う。さあここまでにしましょう。もうね、なんか眠たくなっちゃって撮ってる時間が撮ってる時間だったのはね、眠たくなっちゃったんで、ここまでにします。はい、じゃあ、新作の桜です。手に入れた人はね、ぜひ堪能してやってください。うん、これはもう多分5年後か10年後かにはその楽しさを共有することになると思うから、その時まで、ね、お預けだ。じゃあとりあえず今日はここまで。ほなまた。